メラの前で派手にぶっ壊してやる。首洗って待っとけよ。わあ、めっちゃ上の方行く。あとは全力で戦うだけ。上の方行くよ。すげえな。でもここら辺の構図本当に一番マコールと一緒なんだよな。あいつどんどん上上がっていく。ほら全く一緒でしょこれ。地形コピーしてあるでしょこれ。一番マコールと一緒だ。エレベーター乗ると行こう。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん、その通り。マリンにただいまって言うよ。その通りだ。もちろんクラウドも一緒に。ありがとう、ね、あの時俺ハブられてたから。スマイルを忘れるな。報酬次第だ。さて敵がいるかな。いや大丈夫そう。いやもうすぐボス戦だもんな。これ開けたらボス戦ちゃう。怖い怖いんご。でも突き進むだけだ俺は。どうした。さっさと開けろよ。パスワードが分かんなくなっちゃったね。閉じ込められたってこと。あの部屋から開けられる。マジ。なんで分かるの。そっちはいけるんか。じゃあこっちから行こう。廃棄室みたいのは行かなくていいのこれ。あの先には廃棄物。あ、それそれそれが知りたかった。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃさっさと行こうぜ。行くっきゃねえだろ。ここら辺か。この辺。ここどうやって開けるの。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。一緒にやろう。ここは任せて。あ、なんでなんで一緒にやろうよ。ここだ。お前は。あ、なんだそういうことね。友情の力だ。みんなタイミング合わせてくれ。タイミング合わせてくれよ。せーの。ロックモードはセキュリティパネルのレバーを同時に操作することで解除できます。バレットとクラウドのレバーは、L と R スティックで操作できます。ティファの合図に合わせてモニターに表示される向きに L と R を同時に傾けましょう。任せておきな。OK やれるぜティファ、ね、そうだぜ。俺が温度取るぜ。温度ってティファだ。そうティファ。あ、その通りだ。さまあ、二人ともよく見てね。あ、今じゃないの。せーの。はい。はぁ、あ、何やってんだバレットてめえ。せーのだよ。頑張ろうね。せーの。ここ来た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 。ちょっとずれちゃった。緊急ロックモード解除しました。やったぜ。よっしゃ。一回ミスっちゃったじゃねえか。息が合ってきた。バルトさんが息合ってなかったと思います。左スティック倒すのが遅かったと思います。何やってんだよ。お宝部屋も覗こうぜ。そうしようぜ。俺たちのお宝部屋は意外と近いところにあるかもな。ここがお宝部屋が。開けばな。開かないの。最上級のセキュリティロック。あ、ああぴったりんこやるの。同じだがこっちは何度か繰り返す。あ、なるほど。で失敗したらもうダメなやつ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。二人とも私に合わせて。もちろんよ。じゃあ行くぞ。ティファに合わせる。ティファに合わせる。待ってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。どっちどっち。せーの。あ、そういうこと。ちゃんと向きを合わせて。そういうことで、ね、両方違くなんの。めげずに。お前ふざけんなよ。せーの。はい。あ、来た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 。これバラバラに来るのか。完璧。この調子で行こう。そうしよう。次はこれ多少遅れても平気だぞ。あ、次は上ね。せーの。はい。オッケー。ティワと一体感がある。やったー。コツをつかんだ。ティワが喜んでる。おお、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。ティファの心の鍵も開けてやら。半分終わったね。半分。もう一踏ん張り。せーの。はい。オッケー。は？なんでだ。息を合わせてめげずに行こう。せーの。はい。なんでクラウドさん何やってるんですか。せーの。はい。なんで。悪い。息を合わせよ。おい、やっぱ俺に合わせろ。オン、ドリア、セイ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 。余計わからん。ティファやろう。行ってくれ。
なんで結構むずくない？まだまだどこのタイミングでどう倒すのかわかんないぞ。もっと息合わせろ。アーバーラッチ。もう調子狂う。やっと行ったわ。やっと行った。やっと排気室届けるじゃん。はい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 、よかった。永遠に終わらないかと思った。おいおい、クラウドさんよ、あんた本当にソルジャーだったのか？こういうのは専門外。そうだね。何でもやれや、何でもや。はいはい、そこまで。早く中を見てみよう。そうしよう。本当にこんなとこにあんのかよ。マテリア落ちてるじゃない、これ。マテリアゲットだね。マジカル、ミラクル、マジカル、マジカルのマテリアとは一体。マジカル魔力が 5% アップ。使えば最終的に 25% アップになるのは強いんじゃないか。マジカル多分魔法主体でいくなら、これ多分魔法主体でいかないからな今は。だからこれはつけずに、ここはこれガチャリンコしたら多分今までのもの落ちてくんじゃないの。ホールドだ。何か落ちてこい。これ廃棄されたもの来るんじゃないの。おー、あった。クラウドの言った通り、いっぱい食いゆう。苦労した甲斐があったな。残らずいただくぞ。興味あるね。こんなの持っていけるんすか、こんなでかいの。 AI コア、これ後で高く売れんのかな。ほら、ビッグボンバー。もう全部全部俺のもの。エーテルだ、これは。エーテル、これも全部俺のビッグボンバー。もう全部全部パクっていくぞ。ビッグボンバーだらけだ。あいつ一生ビッグボンバーしてこないぞ。 AI コア完璧だ。そしたらどっちだ、こっちか。あー、休憩ポイントがあるということは、これもう本当にいよいよボス戦が近い。曲が流れている。どこから？ここからだわ。買うか。何が流れてんだ、何の曲が流れているの。バカミッション、バカミッションの曲が売られてる。買っとくか。よし、お前たち進むぞ。出口だぜ。出口だね。おお、正面にビルがある。で、ここでまた何かイベントが起こっちゃうやつでしょ、これ。なんか来る？なんか来ちゃう？見て。なんだ？敵来てー！おお！プレジデントシンラー、ホログラフィックや。魔法は見たもののメーカー。ソルジャークラスファーストだからな。ソルジャークラスファースト。元ソルジャーだ。元ソルジャーでした。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ、役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。興味ないね。こっちジェネシスとかアンジールとかもなんか劣化とかあったもんな、そういえば昔の話で。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。なんだって？魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか！仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。なんだと？軍隊だと？なんだそれ？どういうこと？どういうこと？ネズミどもには2回で、でやつあー、爆弾止められちゃう。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。
やって爆破のタイミングも。はあ、シンラが決めた。はあ、天命。さあ、ショーの始まりだ。わ、来た。ジオング来てる。いや、こんな狭いところで戦うんですか。全市民の敵あばらずし、部隊との攻防による代表は明らか。貴様らを即刻粛清する。そう、なんか変な風にでっち上げられてるが、俺たちはここを突破するしかない。でけえ、こんな狭いところで戦いはるんですか。もしかして無茶よ。ナイスティワー、いいぞ。隠し撮りおじさんを制裁。全部大嫌い。あ、クラウド、お前には言ってないぞ。 お前は嫌われてない、まだ安心しろ。クラウド、ボサッとしてんな。大丈夫だ、陰気だから。頼りにしてる。陰気だから頼りにしてるってよ。ほらほら、その言葉が一番陰気を駆り立てるんだ。ふざけるな。エアバスターってなんだ。おお、待て待て待て、なんだこれ。怖い怖い怖い。あ、なんか爆発する爆発する。あ、これがスタンスやつか。みんなどこにいるの。みんなクラウド分断されてるんや、これ。クラウドが隙を作ってくれてる、今のうちだ。おら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 、クラウドやれ。待って、あれしたい。あ、やばいやばいやばい。ちょ、まずいよまずいよこれね。あれしたいわ。バレットがアビリティ見破ろう。まず見破るところからだ。兵器開発部門によって開発中の大型機動兵器、まだ試作段階だが、アバランチを公開処刑するため急ぎ、最終調整を終え実戦が投入された。雷攻撃でバーストゲージが溜まりやすいから、雷を使っていかないとダメだ。バレットだけなんだよな、雷今のとこ使えるの。じゃあバレットで一発ぶちかまし、あー逃げてクラウド。危ねえ危ねえ。バレット、決めろバレット。これマジで、なんか来る。一回カードした方がいい。今マジックマジックマジック、お前だけだ雷系が使えるな。ちょけーん、あんまりやな。これで家に食べた方がいいんだろうな。後ろのキャラに切り替えたら結構楽だぜ。いやでも後ろにもボーダーがついてんのか。クラウドさん、今のうち、うわ、ビリ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 中。うわアビリティ使おうと思ったら、クラウドやれ。なんだこれ、ラピッドチェーンでいく。あ、死ぬ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 。クラウドさん、まずいっすよクラウドさん。そのままじゃ死んじゃいますよクラウドさん。まずいです。ティファ、やっぱりお前しかいない。ティファ、お前や。ティファ、エアバスターの本領だと。一体何を話しているの。ティファやれ。なんだこれ、私空中にバスターキャノンって何。これちょっとまずいんじゃない。一回離れた方がいい。いってー、ティファ死ぬ。死んじゃうよクラウド。任せろティファ。あー、ゲージが溜まってないね。ゲージ溜まれ、ゲージを溜めろ。ティファがやられる。ティファ突っ込むな。ティファ待て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 、ティファ待て、ティファ待て、お前落ち着けティファ。生きろティファ。よし、危ねえ危ねえ。いていていて、興味あるね。突っ込め、クラウドも突っ込め。おら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 、あっち。いやもうこれゴリ押そう。それはどうかな。俺はイフリートを召喚するぜ。ほらー、やれやれ、イグリートさん頑張ってほしいっす。こいつが出たからにはマジで強いぞ。じゃあ、いて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 、わー、クラウドが閉めれた。お、イグリートさん、イグリートさんお願いするっす。やれー、イグリート。もうリミットゲージ使いに来てんだけどな。クラウドさんが麻痺してるからな。お、強い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 、いいね。あ、でもクラウド一生麻痺してる。お前はクラウド何やってんの。ティファ、あ、なんだこれ、腕と戦ってんだ。ティファは腕壊しておくのは全然ありだな。あ、やばい、拳が、拳で抵抗するで、拳で、やばい来てる。マスターハンドみたいの。こいつをまずは何とかしないと。落とせ、よし、落ちた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 。やばい、麻痺した。ティファがエッチなことになってる。じゃあまずあの腕壊しに行くぞ。リミットサマーソルト、やれティファ。サマーソルトだ、強え。クラウドも決める。あ、これなんか入る、なんか入る。強切り間に合いますかこれ。自分、あ、ちょっと自分強切り入ったんですけど。自分強切りですか。自分の強切りはどうだったんですか。はあ、俺の強切り返してくれよ。
やばい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 よこれやばいよやばいよ。処刑の時間。おね、俺の競技に返せよ。俺の競技。空中戦か。あんたが頼りだバレット。なんかさ、FF 本編でさ、うわめっちゃ来てる。ちょっと喋ってる余裕ねえかこれ。FF 本編でさ、なんかバレットさロケットパンチにしてて近接攻撃しかできなかったからさ、シンラ脱出の時さ、すげえ苦戦したんだよね。あの遠距離戦が有利になるところあったじゃん。なんかあんま覚えてないんだけど、狭いところで戦うところ。あそこでさ。めちゃくちゃ苦戦したんだよね。もう遠距離戦どうすんの。キマとか積んでないかこれ。サンダー送らえ。今だ今今今だ今だ。やれる今やれる今やめろ。今今だ今しかない。今削れ。もう今削っていくしかないぞお前は。この連撃で今削っていくしかねえ。この近くに来た時押せ押せ押せ。クラウド一緒にやろう。ああキマ共にならいける。オラ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 、うちのインファイターティワちゃんを舐めてもらったらね困りますよ。どっか行った。やばい、ティワが撃ち落とされて。まだやれる。あ、燃える燃える。これまずいよ。なんか燃える。燃えるまずい。クラウド助けて。自分でなんとかしよう。アイテムメガポーションがある。メガポーションってこれ何回するんだ。めっちゃ回復する。めっちゃ回復。いちる痛いけどこれ力でゴリ押せる。もうここまで来たらゴリ押せ。あ、まずい。それまずい。それまずいよ。一旦まずい。一旦まずい。一旦まずい。これどうすんの。どうやって受けんのこれ。あ、こっちまで行ったら多分大丈夫なんだ。いけるいける。クラウド、あ、行っちゃったじゃねえかあいつ。どこ行くんだよ。おい帰ってこいよてめえ。バレットだな。頼んだぞ。出ました。バレットやれ。何してる。うわ、これこれこれ、しびれるやつじゃないこれ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと雷だな。ドカーン。ドカーン。もうこういうのでやってる。うわ、なんかこれ来てる。まずいまずいまずい。なんかこれシューティングゲーム始まってるけど。おい、てめえ、いて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 、もう負けるな、バレット。撃ち殺してやるぜ。ほら、やばい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 。来た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 。ティワやれる。お前、ここでやれる。よーし、ちょー、いや、かかと落としが決まらない。効きません。よし、押せ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 。押せ、お別れの時間。それはてめえの話だ。あ、ティワ、あ、やばい、ティワがまずい。はぁ、お前、マジで切れちまったぞ。もう切れたね。しかもティワしかあれなんだよな。レイズ使えねえんだよ。ふざけんだよ。お前のせいで、お前のせいでティワのセリフが聞けなかった。ティワ待っていてくれ。おー、いやーこれ一回離れよう。なんかヤバそう。そう、あれで死んだんだよ。あれで死んだからな。いけるいける。やるやるやる。あ、まずいまずいまずい。回避して。聞かないね。興味ないわ。興味ないわ。口癖が映ってる。ライズビートは。おー、いいね。熱い熱いけどリミット技が使える。決めろティワ。やるしかないティワ。おー、決まった。決まった。決まった。決まりました。あ、ティワ見えちゃう。それはクラウド。クラウド、もうすぐ爆発するぞ。やべえよ。俺はいいからティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラウド、クラウド、やばいやばい。クラウドさん、まずいっす。ディワ頼むぞ。バレット、クラウド、クラウド。あ、お前いいもん持ってんじゃん。いいもん持って。ダメじゃねえかよ、クラウド。もうこれ完全に死んだだろ。クラウド、うわ、俺ディメンター近づいてきたから。クラウド、妄想世界から起きて。クラウド、どこ行こうとしてるの。どうなってんの。これでエアリスのとこに繋がるのか。あ、クラウド座ってる。いつの間にか。聞こえてるか。え、これ誰。ザックス。自分。あの時は膝をすり抜いただけで済んだけど。もう一人の僕。今度はどうかな。起きられるか。今度気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。もう一人の僕がいるよ。動かせるか。やってみる。動かすんだクラウド。ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。分かってるさ。内なる自分と対話している。エアリス。なあ、あんた誰だ。誰だ。セミロス。
お前の主人ゼフィロス。クラグ楽しみ。なんだよこいつ、どこまでついてくんだよセフィロス。俺はここに落ちてきたのか。大丈夫かな。エアリス、ザックスと一緒じゃないか。よかった、目覚めた。いや陰キャだからクラウド、女の子に免疫がないから。あんたは近寄らないでくれ。エアリス、名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの。ほらお花。ああ、花売りの。あ、ここはスラムの教会5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになってる、ね、いやさすがにクッションになってても死ぬだろう。いいね、エアリスにとってはこれがここで2回目なんだよね、ザックス含め。ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。俺のマテリア。私も持ってるんだ。持ってるのかお前も。え、マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって、何の役にも立たないの。クラウド、わわわわ、記憶がネタバレしそう。この記憶、使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの、身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする。お話ししよう。エアリス、君のことを聞かせてくれ。そんな胸元をチラチラさせて俺を誘惑しているのか。エアリス、でもまずこの辺を探索するね。クラウド、お花踏んじゃダメ。すまなかったエアリス。お花の手入れ終わったところだったのに。ごめんって。やり直しかな。ごめんって。話し相手欲しいな。やばい。やばい、めっちゃ待ってるじゃん。もう出れちゃうのかな。出れんのこれ。これ出れんのかな。帰るね。少し時間をやるぞ。やるぞと。どういうことだぞと。なんか外に赤髪のお兄さんいそうなんだけど。怖いね。ちょっと怖いからお話ししよう。なんかちょっと待っててくれるみたいだからな、赤髪のお兄さん。少しならいい。やったそれじゃあ。ん？邪魔するぞ。いやもう少しくれよ時間。もう少しくれるんだろお前。何？ソルジャークラスファースト。私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。そうだね。私の勘当たるの。ボディーガードお願い。いや、そんな顔で頼まれたらもうチャラい赤髪の兄ちゃん来たからな。いいだろう。でも安くはない。体で払ってもらうぞ。じゃあね、デート一回。オーケーだ。やっぱり本物かよ。クラス。ファーストだ。ファースト。何笑ってんだ。何のファーストってお前よ。何笑ってんだ。ファースト受ける。ファースト受けるな。ファーストだ。踏まないで。だってよ。絶対に踏まないで。舐めてんじゃねえぞ、ほら。俺はクラスファーストの力だ。全部守ってる。もう来い。ボディーガードは俺たちの仕事だ。なんだと。お前たちには関係ないね。まずはこいつらを消させてもらう。クラウド、おれ、こいつひるまないのか。こいつ、おら、エアリスが後ろで見ている。かっこいいところを見せるんだクラウド。あいつどこ行った。あ、どこ行った。おい、てめえ、てめえ降りてこい。魔法ぶつけんぞ。はぁ、なんだよこいつら。
自分で戦えレノ。おい、降りてこいよあいつ。何やって、あ、いてごめんなさい、パイセン、待って、パイセン。あいつ疲れちゃってんじゃん。へい、疲れちゃってんじゃねえかよ。ほら、これがソルジャーの力だ。てめえ、何遠くからちまちま撃ってんだよ。終わりだ。アビリティは残しておこう。まだ来るでしょ、これ。どうせまだ来るでしょ。ほら、来いよ。あ、何お前戦うの。たるいけど、え、めっちゃ速いじゃん。この人こんな強かったっけ。マジかよ。レノそんなに動けたのかお前。すげえぞ。やるかおい。気をつけて。お、来いよおい。おめえから殴ってこい。専守防衛だね。貴様から仕掛けてきた。これはそういう戦いだ。アビリティ何をぶち込んでやるか。ラピッドチェイン、ブレイバーしよう。ブレイバー決めてやる。え、痛い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 です。どこ行った？ラビットチェイン、何？逃がした。やるじゃない。あ、これ何これ？つまりこれ、いった？は？ここで戦ってほしくない。ごめん。何笑っとんねん。早いこいつ。やべ、回復できない、このままだと。待て、早いあいつ早い。これさ、なんかの影に隠…あ、これもう普通に避けたらいいんだ。ガードするとビリビリしちゃうか。よし、今だ、回復できるぞ。グラウド、今だ。俺はキアルラを使うから、ちょっとだけ時間をくれないか。あ、ちょっと時間くれたわ。待っててくれた。やるじゃん、来いよレノちゃんよ。やばい、痛いね。いや、こいつ早いぞ、この野郎。受けてカウンター。決めさせてもらうね。クラウドいいよ。ブレイバーここから押し切る。いけるぞクラウド。いって、しぶといぞと。しぶといよと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。なんだこれ。は？おい、ビリビリするぞと。これはちょっとまずいぞと。避けろクラウド。あのビリビリの弾何、ね、ずるいぞと。それはちょっとずるい。あ、これ壊すんじゃん。これ壊してった方がいいな。おれおれ、肩を壊せば連携が崩れる。よし、ぶち込め。今だクラウド。やばい、なんかビリビリの弾が来てる。ラピッドチェインをこの金玉に仕掛けたらいいのか。そしたら万事解決だぞと。ほらほらほら、ブレイクさせたかったんだけどな。このまま押し切る。アビリティブレイバーを決めさせてもらうね。いけクラウド。もう一回ブレイバーいけるか。いって、どこ行った。なんだこれ、サンダーロッドはまずいんじゃないか。でもカウンターを決めていくクラウド選手、どこを殴っているんだ。早いぞと。おい、そこで戦ってほしくないんですけど。そこで戦ってほしくないぞと。あいつも決めるわ。バーストラッシュで距離を詰める。届いた。よし、突き飛ばしたぞ。これがファーストの力だ。誤解だぞっと。俺はただクラウド、違う。え？やべ、妄想でしたろ。妄想で飛んでる。レノさん、お怪我は？いいからさっさと追いかけな。妄想癖がすごすぎる、この人たち。飛んじゃってるじゃん。こいつら一体何なんだ。お前知ってるのか、エアリス。来ないね。助けてくれたのか。開けろ。行くぞ。こっちか。え、こんなとこあった。なんかマテリアあるし。おい、ここ、おい、通しやがれ。これあ、通れないね。